キャラクターを選ぶがいい。常に優雅に。ボッコボコよ。アーチャーのやつ、何が君は屋敷に隠れていろうよ。ほんと勝手なんだから。過保護というか、私のことを甘く見ているというか。よし、決めた。もうあんなやつに頼らない。守りに入るのは性に合わないし、なんか屋敷に引きこもって様子を見ているだけっていうのは遠坂的に良くない気がするし、確か大主婦のグリモアの中で宝石による近接格闘レースを全種ってのがあったはずだけど。あったあった、これこれ。よし、見てなさいよ、アーチャー。私一人で聖杯を手に入れて、グーの音も出ないようにしてやるからね。派手に決めるわ。歯向かうのなら打ち砕くのみだ。ラウンド1ファイト。やろということで、お互い命あってのものだねだしね。アンファン、少しは楽しめそうじゃねえか。ラウンド1ファイト。私に勝てると思ったの？もったいないな。なんで偵察役なんてやってるの？もしかしてあなたのマスターって並外れた性格破綻者？日本の魔術師のレベル見せてもらおうかしら。せいぜいほざいてなさい。ラウンド1ファイト。残念、3回目と同じになっちゃったわね。なんであんたがここにいるのよ。ロンドンに帰れ。ロンドンに。リン、あなた一人で何をしているのです。何って、見てわかるでしょ。聖杯戦争よ、聖杯戦争。アーチャーのやつが勝手にやってるもんだから、ちょっとマスターとしての威厳を見せつけてやろうかなって。そんなわけでお手合わせ願える、セイパー。今の私、そう退屈はさせないわよ。バカなことを言っている場合ですか。危険です。すぐにアーチャーと合流してください。いくら敵同士とはいえ、一人きりであるあなたと戦うのは騎士道に反します。
もう相変わらず頭固いわね、セーバーは。でもまあ仕方ないか。私もここまで大主婦のグリモアが敵面に効くとは思ってなかったし。あ、よしよし、セイバーが油断してるなら本当に一本取れちゃうかも。いいわセイバー、あなたが勝ったらおとなしく屋敷に帰ってあげる。その代わり私が勝ったら今日からセイバーは私のサーヴァントだからね、リン。悪ふざけにも程がある。挑まれたなら剣は止められないというのに。手加減は無用です。やるからには本気で行くわよ。ラウンド1ファイト。冷たいよ冷たいよ。まだです。パーフェクト。どんなもんよ。よし、完全勝利。約束要塞はこれであなたは私のものね。始めましょう。サイン、エワズ。ラウンド1ファイト。時の魔術師ってのは格闘戦もこなすのよ。容赦しないわよ。優しく殺してあげましょう。ラウンド1ファイト。ノイン。これで終わりね。女の細腕だからって甘く見ないことね。両手に7つのサファイアをつけて魔力武装してるんだから。容赦しないわよ。精一杯あがきなさい。ラウンド1ファイト。私に勝てると思ったの？魔力を湯水のように使う神代の魔術師か。勉強になったわ。はあ、何よ、露骨に嫌そうな顔しちゃって。いや、少々予想外だったものでね。お前が勝ち残るのは分かっていたが、まさかサーヴァント抜きとは思わなかった。時読み氏も
厄介な魔導書を隠し持っていたものだ。父さんは生粋の魔術師だったから、この手の野蛮な魔導書はお気に召さなかったんでしょう。言っておくけど、私が荒ごとに長けたのは兄弟子の教えがあってこそよ。この事態はあんた本人が招いたこととも言えるけど。なるほど、覚えがいいので教えに熱が入ってしまったが、確かに余分なことだったな。よかろう。自らの精神の贅肉、ここで搾り取るとするか。心の贅肉っていうより税金ね。私に武術を教えたこと高くつくわよ、キレ。なに、まだ十分払い切れる金額だよ。では北前凛、数年ぶりに本気で拳を交えるとしよう。行き場に迷え、クソ神父！もう少し出来の悪い弟子ならば惜しむこともないのだが、ラウンド1ファイト。やるじゃないか。この野郎、この野郎、こっちよ。貴様、やるじゃないか。これで終わりね。あんたとの腐れ縁もここまでね、キレ。神父としてはともかく、兄弟子としては文句なしだったわ。ってことで聖杯は無事入手っと。厄介すぎて今の私じゃ扱えないから、しばらくは封印してるしかないけどね。それは賢明な判断だが、これはどういうことかな、マスター。どういうことって見ての通りだけど、全然マスターの役に立たなかったダメサーバントはその大きさで十分でしょ。しばらく反省してなさい。ま、実際はまともに契約してるとすぐ魔力切れになっちゃうからなんだけど。いや、それにしてもだな、こういうのは私の芸風ではないというか。いいじゃない、案外よ似合いよ、あーちゃん。これで冬季で一番強いのは誰か証明されたし、次は正義の魔法少女でもやってみましょうか。うん、ちょうどマスコットもいるし。ますますもって恥ずかしい、はあ、こんなことならさっさと聖杯を壊してしまえばよかったな。